しましょう。はい、飛翔太鼓保存会の皆さんでございます。よろしくお願いします。 PR 文ご紹介しましょう。はい、飛翔太鼓保存会は平成元年7月に、障害教育の場である中和中学校コミュニティスクールにおいて、はい、和太鼓の芸能を地域に伝承することを目的として発足いたしました。うん、はい、演奏する曲は和太鼓の独自創作曲のほかですね、うん、民謡や歌謡曲等を取り入れて演奏し、はい、地域のお祭り行事、盆踊り、そして旭川夏祭り、冬祭りなど各種イベントにて活動しておりますということでございます。はい、面白いですね。そうですね。ね、うん、そちらの楽しみでございます。はい、1曲目が怒涛という曲、はい、2曲目が飛翔でございます。はい、わかりました。それでは皆さん準備の方 OK ですね。はい、はい、それでは演奏していただきましょう。お願いします。飛翔太鼓保存会の皆さんです。どうぞ。